サビクイビスコ監督の碇敦史です。副監督の又川大輔です。音響監督の小泉です。お願いします。お願いします。ちょっと余談的な演出ですが、小泉さんが思うこの作品のキャスティングというのは何か見えますか？豪華ですね。豪華なんか豪華だからすごいとかもね、当然あるし、そんなに名前は知れてない人たちなんだけど、すごい自然なお芝居ですごいいいよねっていうのもあるし、いかんせん自分は他の人の作品をそんなにがっつり見ようとしてないっていう。昔とかで見るじゃないですか。もうでドラゴンボールとか。そう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 。そう。ドラゴンボールすごいですよね。ドラゴンボールすごいですね。そうですね。最近だとわかんないな。最近。愚痴になっちゃいますけど、最近って、まあ、宣伝のために有名な人ばっかり見ようとする作品多いじゃないですか。大嫌いなんですよ。最終的に選ばれたのは、ね、こう今を撮る花江くんとか、それって、この人にこのキャラクターを任せれば、このキャラクターを引き出してもらえるっていうのがあるから、お願いするわけじゃないですか。じゃなくて、フォロワー数だけで選ぶ人とかがあって、ダメなんですよ。これ。すごいダメで。うん。だから、その宣伝の人とは、そう、なんか、ちょいちょいやり合っちゃうとか。そう。そういうところじゃないところでキャスティングされてるやつとかは、いいですよね、やっぱね。作品は別として。それもディスコも今日も、当時、主演まだなかったですよね。そうですね。選んだ時。うん。オーディションとかも毎回するけど、結構もいろいろしろ、なんかそういう人気のところで選んだ感覚は全然なくて、キャラクターに合わなかったらどんだけ人気があろうと反対しちゃったりしますね。結構別のやつで原作者の意見に超大反対してた。原作者の意見を覆す。すごいっす。シーンってなりました。そういうのに逆ですね。演出の知恵のがすごい。すごいです。そう。で、今、一人になってるから、はい、会社っていうものを背負ってないから、言えるというか、はいはいはい、言ってとか、こう先に作っていった結果、なんか合わないんだったら全然切ってもらっていいですっていうのは、どっかにあって。はいはい、うん、こう調子こいてるっていうのは違うんですけど、なんか自分のやり方はこうなんです。で、このやり方で、なんか一緒にやってて楽しい人たちと作っていきたいんですっていうのは、なんか僕にあって。はいはい。だからこそフリーでやってるってことですね。そうですね。会社員の方が楽かもしれないですけど、休める。いや、難しいっすよ、これ。難しいっすね。梅宮さんが思う、この作品のミレライン音響効果の基盤がすごい。自分のでもいいんじゃないですか。いや、自分のなんですよ。今でも自分のなんですよ。だからもう世の中に出てる自分のやつは、なんだろう、自分がまあ納得して、例えばご監督とぶつかったとしても、じゃあ分かりましたって、そういうんで納得して世の中に出しているからいいんです。自分の中で OK になってるから。自分のですよね。だって音楽ラインなんて絶対自分がそこで感情を持ってきたいってところに発表されてる。効果も気になっちゃったら絶対指摘をするので、で、大体頼む人はもう本当信頼してる人たちにしか、うん、いらないので、言うことないかな。その作品すべてどうですか。作品すべてがすごい。やばい。やばいやつ。どんだけやめんの。
いや、熱い話が来ました。本当ですね。